植えときましたよ。植えたのかよ。いい感じに。ギャラリー。赤ガエル公園。これ赤ガエル公園。ああ、なんか最初はちょっと温泉地っぽいけどなんかなと思ったけど、なんかだんだん良さが見えてきたぞ。このなんか静かな感じだな。確かに温泉入ってあそこのなんか椅子とかでのんびりしたいわ。はあ、つってな。向こうの端の照らされ方がいい。うん。向こうからもこんな感じで照らされてたしな。おいし。ただ今はちょっと寒い時期だけど、これの1ヶ月前ぐらいの時期が多分ちょうど一番良くて、良いはずで、温泉ちょっと長く使って、あっちいいなーって言って、浴衣に着替えてここを下駄で散歩する。いいよ、多分。飯食って、風呂入って、腹ごなしと湯あたりをなくすためにここを歩く。いいね。おすすめです。よし、マイムマイム。セッション君持ってくれたね。行けるとこまで頼むよ。セッション君がなんで持ってることをすげえって俺がずっと言ってるかって言うとさ、スタート時からゼロバッテリーだから。ゼロバッテリーとは何なのか。こっちに竹林のやつ用のやつがあったけど400円なんだよね。でも今回多分これは安く済む。ずっとここにいるんだったらこっちが絶対安いけどな。そうだね。だからここで寝泊まりするんだってこっちだね。竹林の消去付き終わり。うん。鍋仕掛けのダリーからここから俺に土地勘で行くわ。大丈夫。方向音痴じゃないよ俺は。でもね、たまにね、しょぼいことするからね、イカホン的に今日迷ったりする。でも、そういうのマジわかんねえ道の時だからな。こういうちゃんとした舗装された道だったら余裕だわ。大丈夫、俺じゃまず車のところまですら戻れないから。マジで言ってる？今ならまだなんとか。マジで？かもしれない、もう戻れねえじゃん。ああ、なんかこれもうなんか湧いてね。あれ？もう。そして今俺のライターつかなくなってね。嘘。いいことと悲しいこと同時に行くんだよね。これあれだね。鬼怒川と同じような。これあれだね。鬼怒川と同じようにライター尽きたね。いいや。あれ何？中湯気出てんの。これは全部足湯じゃない？おや足湯臭い。おや、足湯臭いな。足湯ですって。うわひわ、あれだ、あれが俺が目指すどっこの湯だ。とりあえず足湯、レッツ足湯っちゃいますか。足湯っちゃいましょう。じゃあちょっとこれを一回遮断して、ちょっと角度だけ先に合わせる。大丈夫。うん、この位置だ。お前よく頑張ってくれた。俺ら足湯に入るからな。お前も休め。